2004年の欧州議会選挙でキャンペーンをする。マルゲリータ、民主主義とは自由は、かつて存在した、イタリアの政党である。マルゲリータはイタリア語でひなげしを意味する。2000年、直層選挙に向けて、与党の中道左派連合、オリーブの機内の旧、キリスト教民主主義出身勢力を中心に、左翼勢力の影響力を抑え、保守、中道右派勢力への浸透を図るため、 連合内連合を目指す動きが起こった。キリスト教左派政治勢力は、ローマ市長であったフランチェスコルテッリを代表とする、政党連合、マルゲリータを発足させた。ルテッリは、オリーブの木最大政党、左翼民主主義者の支持を受け、オリーブの木の首相候補となった。しかし2001年の総選挙では、シルビオベルルスコーニに率いる、中道右派連合、自由の家に敗北した。 2002年、ゲアをきっかけに、マルゲリータ所属政党は、中道勢力の再編成を目指して、イタリア人民党、民主主義者、欧州民主連合、イタリア刷新が合流、新党、マルゲリータを結成した。2007年、民主党結成に伴い解散した。マルゲリータの党首は、元ローマ市長のフランチェスコルテッリであり、2001年の総選挙においても、首相候補として、 選挙に臨んだ。彼らは中道リベラル路線であり、オリーブの木の参加政党である。また、欧州議会において民主党は欧州自由民主改革党に、イタリア人民党は欧州人民党にそれぞれ加盟していた。2004年の欧州議会選挙後、統合された両党は、エルドルと EPP のどちらにも加わらず、フランスの UDF などともに欧州民主党を結成した。 欧州民主党はさらに欧州自由民主連盟を結成した。マルゲリータ党内には二つの主流派の派閥があった。ルテッリ派はより社会的に保守的でカトリック志向であり、世俗主義でなければ、プローディの人気に頼る手法は大きな例外となりそうだが、アルテュロパリシの派はよりリベラルであった。ありがとうございます。